ロッテのルイス・カスティーヨ投手は来日1年目の今季、12試合に登板し3勝3敗1ホールド、防御率 3.12 の成績を収めた。1日に公示された保有者名簿から外れ、自由契約に。SNS ではファンから、残留してくれ、残さなきゃ、と心配の声が上がっている。今季のカスティーヨは前半戦こそ苦戦。3月は1登板で防御率 9.00、6月も3試合に登板し、1勝2敗、防御率 6.75 だった。それが後半戦から劇的変化。35回3分の2を投げ、防御率 1.77、被本塁打は0だった。今季の成績をセーバーメトリクスの指標などを用いてプロ野球の分析を行う株式会社デルタのデータを元に見ていくと、40イニング以上を投げた選手の中で、予死球率 1.5% で12球団トップの数値。49イニングを投げ、わずかに3個だった。また、予死四球、奪三振、被本塁打による守備に影響されない投球の評価を示す、FIP は 2.47。リーグ6位の成績だった。ロッテは他にも本塁打王を獲得したグレゴリー・ポランコ外野手、最優秀中継ぎ投手賞を獲得したルイス・ペルドモ投手も自由契約に。来季の助っ人補強が急務となっている。データ提供、デルタ、2011年設立。セーバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織。書籍、プロ野球を統計学と客観分析で考えるデルタベースボールリポート1から3。水曜社刊、電子書籍。セーバーメトリクスマガジン1、2、デルタ間、メールマガジン、1.02 ウィークリーレポート、などを通じ野球界への提言を行っている。集計、算出した守備指標 UZR や総合評価指標 R などのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する、1.02 エッセンスオブベースボールも運営する。